原口和弘国民民主党国対委員長です。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました衆議院議員の原口和弘です。宇都宮先生にぜひ都政を担っていただきたい、その思いでやってきました。一番最初に宇都宮先生にお会いした日のことをよく覚えています。あの年越し派遣村でのことでありました。なぜ同じ働きをしているのになぜ同じ賃金がもらえないのか、いやそれどころか働けば働くほど貧乏になっていく、なぜなのか、年を越せない人たち、その人たちと一緒に懸命に戦っておられたのが宇都宮先生であります。私は国会に送っていただいて24年が経ちますけども、その中で思うのは、政治を目指す人いろんなタイプがあります。しかし宇都宮先生のように必ず自分の心の中に一番つらい思いをしている、一番厳しい状況にある、その方々のお顔やあるいはお声を胸の中に入れて活動をされている、そういう方にこの都政を引っ張っていただきたいんです。4年前の都政の予算は一般会計と特別会計を合わせて 13.5 兆円です。4年が経ってもう15兆円を超えています。スウェーデンの国家予算が 12.7 兆円ですから、どれほど大きなお金がこの東京都政に集まっているか、そのことがお分かりだと思います。しかしちょっと考えてみてください。これだけ大きな財政を持っていて、スウェーデンは軍も持ってますよ。スウェーデンはこの 13.5 兆円の中から地方にも配ってます。東京都はどうですか。4年前の都知事選挙、何が争点でした。福間電をやっつけるっていうことだったんじゃないですか。どれだけやっつけられました。あそこに都立公社病院、あの看板を立てていただいてますね。都立公社病院を独法化しようっていうわけでしょ。これなぜやります。やる必要ないですよね。皆さん、宇都宮先生はあの生存権を保障するということをおっしゃっている方であります。命と暮らしを守る。私ごとで恐縮ですが、松下政経塾に行っているときに、すぐそこの日比谷の駅で私はホームレスの人たちと一緒に暮らしてました。ホームレスの人たちがなぜ家を失ったか、私たちが最初に隣で寝るのはすごく難しかったんです。それなぜかというと、私たちのエネルギーが高すぎて怖いんです。行く晩も行く晩も通って、やっと一緒になって寝泊まりをしていました。その人たちの責任ですか。違うでしょ。その人たちが自ら責任でホームレスになりました。東京はどれだけの人たちが家を失っています。私は総務大臣をさせていただいてましたんで、東京消防庁というものが素晴らしい組織であるということはよく知っています。しかし東京消防庁の職員さんの自殺率は他の消防組織より高いですよ。なぜですか。赤白連携っていう話があります。皆さんもうご存知でしょう。東京を歩いていると火事でもないのに消防自動車が出ています。なぜですか。なぜ消防自動車がこんなに出ていますか。それは救急車が足りないから。救急車が来る前に消防自動車が来て、そして怪我をした人、病気の人をしっかり支えてるんです。私ほどで恐縮ですが、1月に家人がアナフィレクシーで病院に担ぎ込まれました。その時にもうこの新型ウイルスの感染症は非常に危険だということが分かっていました。
東京消防庁の皆さんはその時にゴーグルもしていませんでしたよ。一生懸命お願いしてやっとゴーグルをしていただきました。またこの間運ばれました。病院に行きました。病院はどうですか。今ものすごく疲弊をしてますよ。それは新型コロナの患者さんを受け入れた病院だけじゃありません。お二人の患者さんを、あるいはお一人の患者さんを引き受けるといった、そういう病院もものすごく疲弊してるんですよ。なぜですか。スウェーデンでできたことがなぜこの東京都でできません。軍を持ってるスウェーデンでそのお金を引いた分は東京都の方が大きいですよね。皆さん、私たちの命を守りましょう。 PCR 検査にしても、この新型コロナの問題は東京都問題と言っていいと思います。東京都が毎日出してくる数字はどこまで信頼できますか。私たちの元にも2月にたくさんの人たちが、熱があるんだけど、肺炎なんだけど、 PCR 検査一つ受けられない、そういう訴えがいっぱいありました。私の知人も結局受けた時には手遅れで亡くなりました。なぜですか。なぜですか。宇都宮先生と一緒に私たちの命を守りましょう。予算のかけ方が間違ってるんですよ。予算の作り方が間違ってるんです。もう私にいただいた時間はつきましたので、最後に皆さんに申し上げたいと思います。明るく温かい人を選びましょう。この名刺ご覧になれますか。今日は皆さんがここに立っていただいてます。なぜか私はこの上には乗れないんです。院内感染で MRSA で右膝が曲がりません。だからこの上には上がれないから、皆さん私を本部に立っていただいて、ここに辻元さんも宇都宮先生も笠井さんも皆さんここに立っていただいてます。この名刺は障害を持った方々が一枚一枚作ってくださっている名刺です。押し花です。この名刺を配るとその施設に1万50円入ります。なんでこんなことを言ってるか。私たちはもう障害者って言葉を使いたくないと思ってます。触り会社と書いて障害者。民主党政権ではチャレンジドをタックスペアに、チャレンジド、生まれながらにして神様から挑戦する課題をもらった人たち、生まれた後にさまざまな課題に挑戦する人たち、その人たちを支えようということを政策にしてきました。私の友人でこういう友人がいます。彼はこうやって言葉を出すことはできません。手も足も動きません。だけど目を動かして、右を向けば左を向けばいいということで、たくさんの人たちの支援をしています。心を支えています。彼はこう言いました。できないことが問題なんじゃない、できることが大事なんだ。皆さん、この東京都はものすごい可能性を持っています。しかしこの東京都ではたくさんの人たちを追いまくってきました。この東京都ではたくさんのものを中抜きしてきました。昨日も持続化給付金のヒアリングをしました。サービスデザイン協議会がお一人お一人のこの持続化給付金を管理しているということでありましたけれども、全く出てきませんでした。203万人の方が申請をしてお金をもらわれたのは151万人です。52万人の人たちは全くお金を1円ももらっておられません。それどころか5万人の方々は梨のつぶてなんです。5月1日から皆さん、東京都は中抜き構想じゃないですか。福間県じゃありませんか。どうか宇都宮先生と一緒に、あったかい自己責任ではなくて社会が支えることができれば、みんなで支えることができれば笑顔になれる、そういう命と暮らしを守る、生存権を守る、そういう都政を作っていこうじゃありませんか。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。